オーブの夏休み2024ノリノリで行く秩父長瀞の旅イエーイ。はい、ということで僕たちは埼玉県の長瀞に長友？長友？サッカー選手やろそれは。長トロだよ。長トロにやってきました。楽しそうな感じでいいんですよね。このなんかハードそうな風景ですけど。なんですか？いや俺もあんま分かってないんですけど。はい、誰も分かってない。今日は夏休みを満喫する企画みたいな。ノリノリのね。ノリノリ？うん。ノリノリの。そう。あ、ノリノリの夏休みを満喫しようと思います。ああいいじゃん。その一人いないっていうところ。あ、確か。なんか今日静かでやりやすいなと思ったらなんか落ち着いてくれてるいやね、まあ、しゅうたくんは今ちょっと東京で仕事をしていまして、はい、そうですね、途中からこちらに合流するんです。いや乗ってますね、それもそれで。そう、頭から参加できない浦野ですがナレーションをして参加しようと思います。今年のオーブの夏休みは秩父長瀞でノリノリ体験。どんなことするの？まあでもいつも通りその何やるかは僕ら知らない。いや知らないですよね。もう一筋縄じゃいかなそう。まあね、だってノリノリで行くって俺がさっきちょっと言わなかっただけで、ノリノリで行くわ、入れてください、だからちょっと言ってたからここがキーワードなんで、なんかめちゃめちゃキーワードそうで今日はだから、うん、オウムの皆さんにノリノリな夏休みを体験していただこうと思って、はい、いろんなことを用意しております。ありがとうございます。ノリノリ。まあ楽しみにはしていきましょう。はい、じゃあまず、はい、こちらから。ノリノリな南国気分を味わいながら風を切って走ろう。ちょっと待って。南国気分味わえますよ今から。それは嬉しいんですよ。その後の動詞が嫌なんですよ。どういうこと？走ろう。でも南国で風切って走るって俺のイメージはセグウェイとかなんかそういう。うわー、いいね。なんで、ノリノリな乗り物がやってきます。え、乗り物？え、ワンちゃんドライブあるじゃない？ドライブもこれじゃない？早速そっち行ってみましょうか。はい、はい、あれもそれ。でもやっぱ山の中ちょっと涼しくて気持ちいいな。気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい、うん、でもさあ、はい、乗り物があります。すごー、なにあれ。え、ちょっと待って、これテンション上がりますね。全然予想と違ったんだけど。え、なんかあのトゥクトゥクみたいな。そうです。え、これトゥクトゥクっすか？タイの乗り物、トゥクトゥクです。これ本物初めて。あ、トゥクトゥクって書いてるわ。え、俺初めてだわ。え、これ運転できるんすか？はい。え、ちょっとこれめっちゃ楽しみや風を切るって、あの窓がないんで。はいはいはい。しかも、え、ちょっとすごいね、レンタルってこんな、こんなあるんや。これちょっと拍手やわ。これすげえ。どうですか？いや、楽しみになってきました。いや、俺ちょっとマジで Nボックス だと思ってた。いや、思ってた。ちょっと、ね、ですよね、いつもの Nボックス じゃなく、今日はトゥクトゥクです。いや、こんなもよく見つけたな。いや、いや、実はレンタルのトゥクトゥク、長瀞の名物なんです。普通免許があれば、こちらのトーマさんで講習を受けて、レンタル OK! じゃあ皆さん、行きましょう。お願いします。レッツゴー、トゥクトゥク、トゥクトゥク、ノリノリで行きましょう。行きましょう。行ってきまーす。行きまーす。お、すごい。あー、でもなんかマジで海外旅行来たみたいな感じ。最初の目的地はトゥクトゥクで20分。気持ちいいな、でも。おー。おー。気持ちいい。いや、ちょっと今ドキドキしてるんちゃう。いや、今ドキドキしてますね。ドキドキ。ドキドキしてます。こっから行動じゃん。うわ風気持ちいいな。いいね。うわ、これ気持ちいいわ。ちょっと南国さすがに感じるな、これ。なんかもう木々がヤシの木に見えてくるわ。あ、これ全然気持ちいいわ。クーラーの何倍気持ちいい。それ夜とかもっとやばいかもね。あ、確かに。いや、ちょっと結構夏休み感じてますね。夏休み感出てきた。いや、出てきてる。しょっぱな、これテンション上がるな。いや、トゥクトゥクなんか運転することないからね。はい、似合ってんじゃん。マジっすか。え、じゃあ初めて買う車トゥクトゥクにしようかな。トゥクナリ中川トゥクナリだな。俺の異名多いな。めっちゃ綺麗だな。マイナスイオンって感じやん。東京では感じられへん。いいな。眠くなってくんな。はい、あ、あかんすよ。
寝たら分からない、そんな当たり前やろ。でも眠くなってくんな、これな。寝るなよ、絶対に。でも言ったら、そのお前のドラテクに信用してるからこそってことや、その眠くなるのは。なるほどな、うん、だって寝かしてなんぼってこと。心地いいんだから。いやいやいや、でも分かんねえ。うお、綺麗。すげー、めっちゃ綺麗じゃん。あ、さっきいたとこじゃない？あ、そうなのかな。近いの。うわー、めちゃくちゃ綺麗でしたよね。めっちゃいいわ。うわ、夏やな。なんか東京やとこんなにセミの声も聞かへんねんわ。いや、俺らが聞いてないだけなんですかねって。なるほどな。セミはいつも訴えかけてる。いや、ここに、ここにいるよって。東京の俺らが聞こうとしてないだけなんだ。なるほどな、それ良くないな。耳澄ましてごらん。そうする、セミは語りかけてるから。いや、多分聞こえてないよ。いや、多分俺分かんないけど、東京。あ、そうなんだ、うん、これいけんじゃん。いけます。馬力もちゃんとあるな。なんかこの感じの線路もいいね。確かにな。今電車見たいもんな。あー、確かに。走るの。もうちょっとジブリっぽいよ。風が気持ちいいんだわ。いいね、でも。めっちゃジブリすぎる。え、線路と並走じゃん。怖っ。いや、うわ、狭っ。あ、来るよ電車。え、電車来る。めちゃくちゃいいじゃん。あ、来た。あ、かっけー電車。待って、短っ。だって1両じゃない？2両だよ、2両。2両か。やば。いや、すげえ。あの、なんかこういうとこのさ、電車ってさ、だいたいガタンゴトーンでちょっと見せてくれると思ってたけど、めちゃくちゃ速かったね。すげえ。いやー、マジでなんか俺の地元みたいだわ。うわー、すげえかったな。でも何ここは。まあ山には変わりないな。山だったよ。移動しただけだけど、その同じ。よっしゃ、ナイス到着。ナイスラン、アザス。いや、ナイス。ノリ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 でしたね、皆さん。お疲れ様です。訪れたのはワンダーパラダイス長瀞。グランピング施設のモアザンパラダイスもあるレジャースポット。ここで3人がやるのはチームワークでノリノリに激流に挑め。何激流って。はい、後ろ見てください。ラフティング受付入り口。はい、ということは皆さんこの格好をしてもらっていますので、ラフティングをやっていただこうと思います。ラフティングって言葉すら初めて聞きました、ね。本当ですか。はい、あ、うちには水が苦手な方が一人。今までありがとうございました、皆さん。早っ。本当ですね。いや、これもノリノリで皆さんやっていただこうと思います。はい、はい、長瀞のラフティングは全長およそ7キロ。スタートして秩父鉄道の鉄橋をくぐった先からが最初の急流ポイント。川底から飛び出している岩を避けながら進むと、川幅が広くなり流れは緩やかに。2つ目の急流ポイントはこちら。長めの下り坂を一気に降りるスピードポイント。チームワークよくボートを操り、流れに逆らわず進めるのか。そこを抜けると長瀞の絶景。国の天然記念物にも指定されている岩畳。その対岸にそびえ立つ秩父石壁とともにパワーを感じる超絶景スポット。川を下りながらでしか見ることのできない貴重な体験、羨ましいな。そして観光客の多い長瀞駅近くを通ってゴールへと進む前に最後の難関、激流ポイントが。どんなポイントが3人に待っているのかは本編をお楽しみに。俺も楽しみにしとこ。ガイドを務めていただくのはみのちゃんさん。3人にしっかり指導していただきました。お、3人もちゃんと聞いてる。それではノリノリな夏の大冒険スタートです。じゃあみんなパドル上げてハイタッチ。イエーイ。はい、じゃあ前こぎせーの、1、2、1、2、1、2。
じゃあまずはですね、ちょっとこの先の流れに乗せてしっかり漕いでスピードつけて岩に正面から激突してみたいと思います。え？どういうこと？どれぐらい揺れるか。あ、最初の石にね。これ打たれたらいいんですよ。いいですね。ぶつかる直前でしゃがんでが出るので、早くねしゃがみ込んでください。結構衝撃大きいので。うわすごい、もう、うわ。あ、ここから漕いでいきますよ。え？超楽しいやん。皆さんちゃんとしゃがんで言ってくださいね。わかりました。ありがとうございます。それじゃあこの鉄橋の下から一つ目の流れが始まる。はい、足だけでしっかり固定しておいてください。はい、はいはい、足ね、とんでもない固定してる、はい、じゃあ気合い入れていきましょう。じゃあみんなパドル上げて、はい、はい、はい、じゃあ漕ぎますよ。来た来た。やばい。うん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 。めっちゃ気持ちいいじゃん。めっちゃ気持ちいいやん。一つ目の難関を見事クリアした3人。でもこの先には小さい岩がたくさんある地帯に突入。気をつけて。いや、ちょっとわざと岩にぶつけてフレンズを回しましたね。何ですかその技。やばいよね。すごい、めっちゃ気持ちいい。いや、川ってこんな流れあるんだ。いや、しゃがんでーしゃがんでー。やばい。ちょっと待って、戻ってだからギュッと、はい、こぎー、せーの、もうスポーツだよ。岩神様いいんだ。いや、めっちゃ気持ちいいわ。これシュートできないのちょっとかわいそうだな。だってここで立ちたいもんな、ボートの上に。え？なんかこんな気持ちいいから。ボートの上に立ちてこうやってやりたいぐらいだな。タイタニックやりたいし。いいよ、別にやってくれても。こんなやってんかな、タイタニックみたいな。勝つとこんなね。いや、なんか身長差的にやっぱ俺じゃないかも。
海は取れる。沈んでるから。これもう一番激しいところって過ぎたんですか。まだあります。まだまだ。え、ここは今結構いい自由に遊べるところなんですか。ここはね、割と深いですね。深くて。へえ。滑るところなんですね。でもこういうところに自分から来られたりしたときに、どう？でっかい蜂だっす。わ、ほんとだ。え、うんまや。え、めっちゃ危ないじゃん。いや、でも黒着てないで、あ、あと刺激しなきゃ大丈夫ですよ。めちゃくちゃ黒い人いたわ。いないんですよ。あ、去年できたもので。そうなんや。じゃあ流れ入っていきますね。はい。えー、これ、はい、え、そうなんや。俺ここめっちゃ好きかもしんない。このここの空間今。え、もうなんかすげえ。え、わかんない。俺めっちゃエネルギー感じるわ。ずっとここにいたいな。いいね。うわー、あれとかすげえわ。竹がある。竹いいなぁ。いや、でもなんかその気持ちわかんだよね。やっぱりだからもう人間壊れてる、その感覚。いや、マジそうだと思うわ。いや、自然性いいな。うわ、マジいいわ。てか、この壁エグいね。やばいな。これも秩父石壁って言ってね、岩畳の上から見る観光名所になってます。家の壁これにしたいもんな。それは違う。いや、いいよ。すごい綺麗じゃん。おしゃれじゃない。わかる。部屋入ってこれの壁だったら俺どんな豪邸かなと思っちゃう。はい、一回スクショタイム。いいよ。わ、ちょっといいね。いいっすね。あー、気持ちいいね。あー、かっこいい。すごいよ。地元の景色みたい。あー、すげえ。よし。わあ、いいね。なんだ。超すごいね、でも。今タイトニックできるんだよ。おーい。やっほー。早いっすか。え、もう俺あそこのさ。じゃあ、あそこ見てみたいんだ。あの、え、あそこなんか、なんかあります。なんか宝なんや。え、そんな、なんか、いや、あははははははは。何何何何何どうしたの。どうしたの。待て。あ、いや、あはは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 は。何何何どうしたの。どうしたの。飛び込みたい人になってね。早く。だってなんかあったんだもん。でもないっすって。ないですって。
いや、一回上がってきなよ。一回上がってきなよ。一回上がってきなよ。で、どこにあったの？多分あっちじゃないですよ。こっちか。あれなんですよ、多分あの辺。ほら、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 本田君。ちょっと広めに合わせたら、こっちの方があるよ。そうそうそう。どっちにある？あれだから、あの神経、いや、だから、あ、あれだ。もう道ないから。だから、あれだ。もう道ないから。そこにはもう道ないんだって。道ないから。すごいじゃん。え？あ、ボートこれだよ。ボートこれだよ。ボートに乗るからさ、ね、飛び込まないでもらって。パドルレスキューやるよ。いやいや、ここ。ここからこう引き上げる。やめて、お前ら、雑すぎるわ。上げれば。俺がこうやったら両手で両肩でこう。で、これはいらないから、今。そう。で、せーので。そうそうそう、こうね。今回はここまで。次回のオーブの夏休みは？やった！もうすごい勢い。いやー。おお。やば。超かっこいい。テンション上がるわ。これいいわ。この人通ってるはず。さあここだよ。うわー。すげえ。すごい。お楽しみに。